のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、反面次第って感じかなと思いますね。まあ、自分は、占い師の真偽を二人出たらつけて、まあ、それできたら勝てるかなって思いますね。基本的に俺は占いを単体で精査したいかなって思いますね。なんか、巨人とかに狼が黒打ったら、巨人黒くなって、なんか、それで負けるみたいな嫌なんで、俺は占い単体で精査したいなって思いますね。はい、以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、3番、霊能です。霊能、把握お願いします。はい。1周目に出るのにメリット、デメリットって多分あると思うんですけど、はい。自分は出る派っすね。はい。てか今回出たいなと思って出ちゃいました。はい。で、2番さんに関しては、占いの精査をしっかりしたいって言ってたんで、じゃあ、占いの精査しっかりしてなかった時に考えようかなと思ってますけどね。はい。で、あと、うん、まあ、この位置なんで、対抗が出た場合に、決め、打ってほしいけど、最悪、対抗と釣り切ってもらえれば、まあいいかなと思ってます。はい。決めてもらえればいいように頑張るけど、はい。っていう感じですね。はい。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。霊能者は私です。私が真の霊能です。まあ、3番の内訳はわかんないんですが、色を見ればわかるんだけど、2番さんの進行論結構いい、まあ、いいこと言ってんなと思って、安直であるが、2番さん自身が強靭だった場合は、あまりその発言出ないかな、強靭に、プロが打たれて、強くなってっていうのが濁っちゃうけど、そこ精査単体精査していきたいよっていう発言は、まあ、あまり2番さん自身が強靭だったら出ないかなって思ったので、仮に3番を見て3番が黒結果だった場合も2番の表面は若干否定されてるかなっていう印象は受けました。はい、まあ今日に関しては確実に3番さんを釣ってもらって、その色を村に落とすことで、じゃあ仮に、占いが2枚になって3番さんと対抗に2番目になった時、3番がちょっとだけ追加しますね。3番さんの色が強靭だった場合って、占いは進路どうしたって、この局って占い進路で置く人が多いんですが、仮に3番が狼だった場合って占い心境の可能性とかもあるので、その視点を村に落とすことが私の仕事だと思ってます。3番が白だったら占いは進路で大丈夫だから、そのライン精査をしてねっていうのを村に落とす、それが私の仕事だと思ってるので、確実に今日は3番さん釣ってください。まあ、この位置は普段あまり1周目2周目に出たりするんですが、対抗が出てきたので1周目から出ました。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。 CEO ないです。まあ、3、4番さんが例ので出てるんですけど、4番さんってなんか2番さんの共鳴を精査したり、3番さんに黒が出たらとか、占いが心境だったらとか、なんか3番さんに黒打ちたいのかなって、思っちゃいましたね。はい。まあ、もう釣り切るからいいかなって思ってますけど、2番さんが言ってることって、いや、まあ確かに占いの精査大事なんですけど、巨人に黒打たれ、黒を打って、巨人が黒くなったらって言うけど、逆はどうするんだろうと思いましたね。真の占い師が巨人に白を打って、怪しくなるパターンもあるからね。そういうことがあるから単体で精査するって言ってるのかな。はい、なんか、微妙だなと思いました。はい、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、よろしくお願いします。2番さんについては、まあ2周目ですね。占いの単体精査っていうのはあんまり聞いたことがないけど、まあ間違った進行ではないと思ってますね。3番さん、4番さんはね、4番さんの方が圧倒的に真かなと思っていて、4番さんの言ってる対抗がロー出た時のケアをしたいから、まあ1日だけを見させてくれっていうのは至極当然というか、とてもまともな霊能精査の仕方、対抗精査の仕方だと思ってるし、俺はね、決め打とうかなと思ってますね。3番偽決め打ち、4新決め打ち、5番さんがまあ5番さん目線はローラしたいの、俺は結構新決め打ちしたいと思ったから5番さんとは合わないけど、俺はもうほぼほぼ新決め打ち進行でいこうかなと思ってますね。はい。
7番のプレイヤーは発言してください。占い師です。9番さん白ね。9番さん白、占い師です。9番さん白です。今日はもう6番さん釣りでいいんじゃない?ってぐらい6番さんの思考が危なかったけどね。まあ、霊能釣りますけど。6番さんが残ってたら村勝てなそうだなって感じですね。4番さんの2番が巨人じゃなさそうっていう話はもうちょっと説明が欲しかったかな。単純に理解ができませんでしたね。で、3黒軸で、3黒出ても2の巨人はなさそう。なんかよくわかんなかったですね。単純に、ちょっと私の頭が悪いのかわかんないですけど、単純にわかんなかったんで、説明してほしいかな。もう普通になんか、6番さんみたいに、2番さんに石目じゃねって感じですけどね。まあ頑張って精査しようとしてる姿勢は、いいかなと思うんですけど、決め打ちできる要素ではないですね。3番さんからも、ね、デメリット、デメリットあるし、出る派ですよって。早く釣り切って、新感情だと思うし。4番さんを芯で決めつなら、3番さんが芯切れる理由もないとね、6番さんね。6番さんはなんか、村ならやばいなって思いますね。4番さんは2周目したいでしょ。まあ、別になんか変なことも言ってなかったし、占いの単体精査っていうのも私の同意だしね。ライン精査ばっかしてたら結局ライン切りされた時もいいしね。5番さんの4は3に黒打ちたいのかなと思いましたっていうのと、2が微妙だなっていうのはちょっとよくわかんなかったですね。よくわかんない人が多いって感じですね。相対的に2がまともかなって感じですね。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。特に支援はありません。7番さんが9に白ですね。この、ここの位置から9番さんに白なんですね。これって、まあ、3、4が出た後なんで、7番さん、例えば、ローとかでやったら7、9とかもありますけど、それやったらあんまないか。なんか、盤面的になんか、7番さん死んなんかだとか、まあ、この後わかりませんけど、まだ発言2人残ってるんで、とか思っちゃったり、安直かもしれないですけど。で、3、4に関してなんですけど、発言量的には、4番さんの方がなんかすごかったけど、2番さんの今日否定はちょっと、わからなかったです。2番さん、そうなんか占い師を真偽つけたがるのはなんかちょっと今日っぽいかなとか思ったりしちゃうんですけど。9番のプレイヤーは発言してください。はい、僕占い師です。5番さん白です。5番さん白、把握お願いします。最高の7番さんに関しては、6番さんを怪しんでいて、今日6番さん釣りでもいいんじゃないっていう発言が残っているから、7番さんローというよりも7番さん強人なんじゃないかなと思っていて、3、4に進路で出るんじゃないかなって現状を見てますね。なので今日3、4から冷たいと思っています。6番さんとそこの現状4が真に見えているっていう視点は6番さんとは一緒だったかなって思ってるかな。だから僕の白酒の5番さんは4番さんが怪しいみたいな発言が残ったけど、僕は意見的には6番さんと一緒なんだけど、唯一違うのは決め打ちするかもみたいな、するみたいなこと言ってたので、それはできないかなと思ってる。なぜならさっき言ったように7番さんが今日グレーの6番さん詰めてもいいんじゃないかっていう発言が残っているから、7番さん強人で置いたら3、4進路なので釣り切った方がいいと思ってますね。もし僕が明日占って黒が出た場合に関しては、ロラをかけている最中だったとしても、僕の黒先を釣っていただきたいと思っているが、まあそれはまあ明日以降でいいかなと思ってます。あと何があるかな。8番さんの言っていた2番さん、4番さんに関してなんだけど、4番さん芯に見えているんですが、もちろん芯量で出ている場合って芯を勝ち取らないといけないから、4番さんローも全然あるかなと思っている。ただ発言的には4番さんの方が発言順だけど、芯っぽく見えてるんだけど、4番さんの精査の中で2番さん強めがないんじゃないかっていう発言を残していたが、もし4ローの時って4、2っていう、4、2っていうラインはないかなと思ってるかな。4、2だった時に4番さんがわざわざ2番さんの強否定をする必要性がないから、4、2には見えていない。あと手前の8番さんが2番さんに関して、占い精査をしっかりつけたいという発言が2番さんに残ってます。そこに興味を感じている8番さんはハテナマークが今ついています。1番
のプレイヤーは発言してください。くださいまあ、とりあえず皆さんと思考が全く違うんですけど、俺圧倒的に4番さんの指名ないと思うんですよね。4番さんってまず2番さんの強制層をする必要がないんですよ。4番さんの位置で、2番さんが強だった場合ってもう3番さん狼になるじゃないですか。ただ4番さんの位置で3番さん狼で2番さん強陣で見えてるんだったらもう占いって平和村場面になるじゃないですか。そしたら4番さんって3番さん絶対釣ってくださいじゃなくてグレーから詰めませんか。平和村場面が見えてるんだったら。だから4番さんの位置で2番さんの強制層って全くいらないんですよ。2番さんの強陣っていうのはなくなるから。4番さんの位置だったらね。もうその発言を残してる時点で俺4番さんのシーンがないなって思ってるのと、あと9番さんの今の言ってたの、4番さんをシーンで見てるけど8番の強制差が、8番の2番の強制差がよくわかんないって言ってたけど、結局4番さんも2番さんに対して強制差してるんですよ。それって矛盾してませんか？俺圧倒的に4番のシーン目ないと思うんですけど。占いに関しては今のところフラットですけど、8番さんがその位置でなんで7番の占い先にどうこう言ってんのかちょっと、意味が分かんなかった。触れるとこかなと思った、正直。うん。5、6。5、6については特に触れるところはないかな。もう今日圧倒的に4番釣りだと思うんですけど。あと2番さんに1個言いたいのが、その占い単体精査するんだったら、するとき決め打ちをしたいのか、ロラするのか、どっちかっていうのははっきり言ってもらいたいなと思う。超人気局で占い単体精査するんであれば、占いを決め打つのかロラするのかっていうのはしっかり発言残してもらいたいなと思いました。はい、ちょっとリラックスの発言。のプレイヤーは発言してください。はい。どういうこと？決め打ちをするかロラするかって何を言ってるのかが俺全然わからないんだけど。どういう場面でロラするん？一番が俺に言って何を聞きたいんかが俺全然わからないんだけど、基本的に21か22になるんじゃないのって俺は思ってたから、その22になったら霊能つって単体で精査すればいいし、21でもまあグレ詰めて次の日精査すればいいしっていう話なんだけど、一番の何を問いかけてんのかあんまり理解できなかったって感じかな。まあ、俺はそんなに3、4は精査ついてない。霊能なんかスキル差やから、釣り切ればいいと思ってるかな。まあ、2周目切って2世やったっぽい人を釣る。ただ、グレーは6番の思考はめちゃくちゃ危険やと思う。7番が言ってた通り。決めてる要素は一切ないし、3番の新芽が切れるんだったら決めてるかもしれんけど、3番が新切れる要素が一切なかったから、危険だなって感じ。8番から借りる出てくれたのはありがたいかなと思ってるかな。はい。8番は、なんか7番は盤面的に進化なって言ってたけど、まあ7級ロローっていうのを追ってなかったから、そこは危ないなと思ったから、8番の借りるはでかいけど、追ってたくね。そうなんだろうね。なんか、黒いっていう発言は特になかったかなって思うかな。単純にまあ場面的に見れば7が9に誤爆したっていうのも見れるけど、まあ、9が強靭でそこで出てきたっていう可能性もあるから、一応の俺の問いかけは分からん。6番はめちゃくちゃ危ないと思っている。5番はまあまだ色違いか。3番のプレイヤーは発言してください。はい、結構難しいと思ってんすけど、4番さんが2番さんを強があるかないかを精査して、で3番にが黒落ちた盤面の話から始まってったんですけど、その発言だけ聞くと4番さん狼っていうのもあんのかなと思ったんですけど、だけど私が出た後に4番さんがスッと出てくるってあんまり狼じゃやんないんじゃないかなと思ってるんですけどね。でその場合って俺、6番さんに言ってる論が、まあ、その7番さんが言ったように、3番の何か否定する要素があって4進って言ってんならわかるっていう7番の精査が良かったと思ってるんですよ。思ってるんですけど、その場合って、俺が4を強と置いた場合って、多分7が進だった場合って、9が強でしょ？だから4がローってなるから、俺発言では7級の精査って7のが俺ちょっと、新っぽいなと思うんですよね。6番さんのやっぱりあの俺への発言ってちょっと不当かなと思ってるから、あ、不当っていうか、だから俺の偽要素じゃあ言ってっていう感じかな。だから7番が新っぽいんだけど、ただ盤面で見て9が死んで7ローの4強がすんなりいくかなとは思っちゃったっすけどね。
4釣りでいいね、うん、発言では4がなんか結構生存欲あるから狼っぽいかなと思うんだけど、じゃあ俺が出た後に4って出るっていう精査になってますね今のところは。はい、まあでもどっちにしろ私視点って4は人外だから4馬さん言ってもらえば何でもいいんすけど、はい、だから初心に言ったように自分を釣ってもいいけど最悪は絶対4番も釣ってねっていう話だから、それで私の仕事って多分、こういう風な場面になった時って終わると思ってます、ね、はい、っていう7級の精査もそんな感じです。はい、以上です。グレーはちょっとね、なんとも言えんですね。はい。4番のプレイヤーは発言してください。すごいイライラするんですけど、皆さんの理解力のなさと、要素取りの薄さを私の偽要素にしないで待っていいですか、特に1番さんとか。2番さんの発言からも要素が取れますよね。強人否定要素だったら若干ないとも取れるんじゃないかな。2番さん自身が強人だったとき、強人が黒を打たれてわざと黒くなりに行って占い心理が逆になるっていうことがないように、占い師の精査からしていきたい。2番さん自身が強人に黒を打たれたとき、黒自身が黒くなって新占いの新芽を下げるという戦略を一つなくしている行為なので、2番の強めって若干ないともその進行論から取れる否定要素って取れるんじゃないですかってことが理解できないんでしょうか。3番狼臭いなって思いました。7番の芯を下げたいんじゃないですか。3番が仮に狼だった時って7番が芯に見えるんじゃないですか。構図に白を打ってる占い師が、はい、だからなんか私に白出しして7番破綻させて、あ、9番芯だわみたいな、もう4から落としてるでしょ、痛い狼に見えたんですけど、3番が狼の時、相方って5か6だなって思ってますけど、5番さんが私に対して3番に黒を打ち足そうじゃなくって、3番が黒だった時の可能性の話をしているだけなんで、3番が黒ならっていうのも、なんかちゃんと発言聞いてほしいなって思うんですけど、可能性のいろんな話をしているのを、そこしか話してないって思い込み、マジで迷惑だなと思いますけど、1番さんとか。だからなんか私が、3番に黒を打つことを知っている5番狼もしくは、3番の偽が最初から見えている6番さん、私にすり寄っている6番さん、5番、6番、どっちかに相方がいる3番の黒、で、7番死になんじゃないかなって、今の3番の発言聞いて思いましたけど、なんか意味不明だなと思ったんで、盤面ではどうこうみたいな、なんか7番の死を下げたそうだなって、要は私に白を出してね、そういう風に聞こえたので、なんかそんな気がしました。はい。まあ3番の色を釣れば分かる話なんで、7番の真偽っていうのはね、はい、まずい。5番。のプレイヤーは発言してください。まあ4番さん一人でぶち切れてますけど、あなたがその2番目に発言する3番さんがポンと霊の対抗としてあなたの対抗として出てきて、3番強人軸の精査ではなく3番老軸の考察が先に出てきたら、どういうことってなるのが普通かなと思うんですけど、ね、なんであんまり切れられる要素はよくわかんないです。はい。まあ、そこじゃないけど、切れてたの。まあ、どっちでもいいと思ってますよ。この盤面に7番さんが9番さんに白打ってるから、残った、ね、とりあえず残った例の側が出す色で、その人、その残った例の目線の占いの、なんていうの、真偽っていうのはつきやすくなるはずなんで、その考察聞いて、どうなるかわかるんじゃないですか。と思ってるので、まあ、しっくり来ない4番さんでいいかなと思ってますよ。はい。1番さんが4番さんを偽に見る、視点っていうか、そこはすげえしっくりきたというか、うんうんって、わかるわかると思って聞いてたけど、その後が一切全部わからなかった。1番さんがその、7番さんが順目で、後続の9番さんに白打ってるから7番さん真なんじゃないかっていうのって普通だと思うし、俺も7進か、もしくは7ローで7級かって思ってずっと見てたから、なんでそこに突っかかってんだろうって思ったし、2番さんになんか釣り切るのかどうか発言どうじゃっていうのもなんだろうと思ったんで、はい。グレーの中では1番さんが一番気になります。それぐらいですね。じゃあ4投票予定です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。5番さんかなり村っぽいなと思いますね。別に3、4ってそんなに精査する必要あります。3、4強人だったら7のローが透けている状態。その指摘をしない1、2番さん、ここにローがいるんでしょう。っていうことが分かればいいんじゃないの。7って9番さんに占ってもらって、1か2、どっちが白なのかどっちが黒なのか分かればもう詰まってると思うけどね。
っていうだけの話じゃない？霊能に老がいる場合っていうのは分かんなくなるけどね。4番さん目線で7の芯を下げたいっていうのはよく分かんないかな。7が芯って分かんないから。しかも4番さん視点も3が老って追ってたけど、もし3が強、普通にね、3が強だった場合って7の老が透けるからラッキーじゃないの。だから4番さんの精査が分かんないね。7番さんっていうのは、霊能を決め打ちしたいと言っている6番さんを叩いてはいるんだが、別に良くない？決め打っても決め打たなくてもさ、結局3、4が強靭止まりだった時って、7番さんが黒を見つければ分かる話だから、別にそんなの決め打っても決め打たなくても結果は変わらんよ。7が芯だったら。はい、というとこですね。だから7番さんの芯がないなと思っていて、2日目に黒が出た場合に黒先釣ってほしいっていう新感情が取れる9番さんの方が真に見えますね、普通に。だから7老、3、4強人、1、2にもう1老がいる盤面だと思っています。5番さんが白く見えるからそう思っています。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。もう、やっぱりやばいですね、6番さんは。危険思想&、どういうこと私、ね、3、4が神教なら私が黒を見つければいいってどういうこと？ 9 番さんが強人なんですけど。やばいですね、これは。6がマジで村あったら勝てないですね。1周目からやばそうな匂いしてたんですけど。で4番さんは私の話を聞いてほしかったかな。単純に説明不足だったと思いますよ。まあなんか、後から聞いたら、なるほどなって思いますけど、その理解を村に求めるのは、ちょっと違うかなって思いますね。説明不足だったと思いますよ。2の強靭はなさそうって話しかしてなかったですからね。まあ、基本的に他の人の理解力がないって前提で、話さないとね、この人狼は。それで切れるのはちょっとお数違いかなって思いましたね。そうだな。まあ、レノンセサいっか。まあ、投票で示せばいいと思いますよ。どっちが偽っぽいかっていう話はね。6はマジでよくわかんなかったですね。で、5番さんに関しては、1の言いたいことはわかったが、1が2に突っかかってたのが気になるから、1が一番グレーで気になるって言ったのがちょっとゲスないなと思って、1番さんの言ってることがわかるんだったら、それ以上にグレーで気になる人いなかったの、6番とか特に。1番さんのことは分かったって言ってるんだったら、6番の方が気にならない。それ以上に1が2につかかってるのが不自然と思ったの。ちょっとそこは不自然だなって思いました。かなぁ。いや、6番、どうなんだろうな。6番ちょっとよく分かんないですね。1、2に相方っていう話も、1、2から新居の話がなかったからなんとかとか言ってたけど。8番のプレイヤーは発言してください。いや難しいですね。すいません、わからない。わかんないですけど、もし9番さんが強人だったら強人で出てくるんだっていう感じですね。あんま見たことないかな。私が経験不足なだけかもしれないですけど、3、4もわかんないな。でもなんか6番さんの言ってることが別におかしいとも思わなかったですけどね。それより2番さんの方がなんか当たり障りないかなっていう感じはしたんですけど。はい、噛まれてくれ。6番さんは求心で見てるんじゃないですか。なんか7番さんなんかそれちょっと違う風に言ってた気がするけど。わかんない。わかんないです。9番のプレイヤーは発言してください。かまんかもな、ワンちゃん。2周目は3、4で言うんだったら4番さんの方が怪しかったかなと思ってますね。4番さん、対抗の3番さんを浪費するのはいいんですが、3番さんをローで置いたときって、4番さんの主張的には7の芯を下げに来たから、7が芯の9が偽の3がローっていうような主張を4番さんしてたんだけど、じゃあ、なんで3番さんローだったときに、わざわざ芯かどうかもわからない7番さんの芯を下げに行く必要性があるのかわからないから4番さんのその考察をハテナマークついてるし4番さんが人外なんじゃないかなって現状思ってます。だから僕は4番さんに行くかな。
普通に考えて4番さんが真であって3番さんがローだと仮定するんだったら、3番さんがローだとするんだったら真ローローはない限り3番さんって7、9の真偽つかなくない？真ローローだった場合って4番さん真の時って3、7ローローなんだけど、だったら3番さんって7の真を下げる必要性はないし、なんだったら7番さんを真で見てるんだったら僕はあってマックス強になりますが、4番さんのそのローンは通らないと思ってるから4番さんに行きたいかなと思ってる。意見的には6番さんと一緒ですね。だから6番さん村っぽく見えてます。僕の城先の5番さんを村っぽく見ているっていうところも一緒だし、だけど4番さんをローと仮定した時って僕1周目言った通り4番さんって2番さんの強否定してるから 4-2 ローローの時って2番さんの強否定をする必要性がないから、これも完全失言ね。僕のこと強人って見て、で4番さんの2周目の発言で1番さんに対して結構それが演技だったら難しいんだけど、なんて言うんやろ、 4-1 は別陣営だと見えているから、現状はライン切りとかじゃない限りね。だとするんだったら4、6もグレーだったらあり得るし、4、7もあり得るかなと思ってるんだけど、そこはちょっとわからない。6番さんは単体で白くは見えているが、以上の理由で今日は6、4、7もある。1番のプレイヤーは発言してください。うん、9番さんって最後絶対発言矛盾するよね。6番最初に見てるんでしょ？でも4、6あり得るってどういうことですか？あと、バカな6番さんに教えてあげるんだけど、占いに狂人が出てて、占いに狼が出てて、霊能に狂人って言ったでしょ？7番が狼で出てる場合って後続3分の1で真に当たるのにさ、出すかな白、自分よりあと3人しか残ってないのに。ここに真がいるの分かってるんだよ7番さんって。真占い師に白が刺さったら自分の首絞めることになるんですけど、その時点で俺は7級を強靭で見てて霊の狼で見てます。分かります？それが分からないから頭が悪いって言うんです。はい、4番さんに言いたいのは、あの2番さんの発言で共鳴が薄いとかどうのこうのじゃなくて、4番さんの位置だったら盤面的に2番の狂人ってもうないでしょって。2番が狂人だったら平和村確定する盤面ですよね。3番が狼で出てて相方は占いで出てきますか？だからそういう風に見えてるんだったら4番さんっていうのは初日3番じゃなくてグレーからいけるって発言も出てくるんじゃないのって言ってんの。わかりますか？で、俺あのね、ちょっと違うけどね。一周目と発言変わるけど、俺3番の方が新名ないと思ったんだけど。あの、3番さんってさ、グレー精査全くしてないでしょ？ 4 番って一応3番狼塾で見てよ。3番の相方位置上げてるんだ、ちゃんと。3番っていうのは、4番のこと狼っぽいって言いつつもグレーはわからない。7番がどうたらこうたら、9番がどうたらこうたら、グレー精査全くしないんです、この人。それで新終えますか？で、9番さんがそこで、今回は4の方が新名がない。なんでそこで逆に変わるのか分からなかったんだけど、俺。グレー精査しない、あの、役職持ち嫌いなんですよね、俺。ってことで3番いきます。投票を始めてください。まあ、4はちょっと泳がせるか。信じてください。3は、私は決して悪人ではありません。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。はい、いや結構難しいなって言って、で7級の内訳4の内訳の話しててグレーはあんまり触れなかったってだけですね。はい、試合そこから入ったら真に見てもらえたんだったらやればよかったなと思いましたね。やってください今後です。うん、で4番が狼ってなった場合に7級が神経ってなって、で4の相方ってどこかなと思って、やっぱり難しいっすよ。6番さんって最初に3番が偽じゃないって、4が圧倒的に神じゃないって言ってるから、そこから3が、4のが怪しいかなってなって、1番さんがそれの逆言ってるから、で5番さんって、まあ5番さんに関してはずっと4って言ってるから、それは4号ロロってないと思うし、まあ、2番がちょっと浮いてるから、でもそれだった場合って4番が2番の強ないとか話しないと思ってるから、うん。だからやっぱり4って強人なんじゃないと思って、発言ではなんか狼っぽい生存欲めちゃめちゃあるから、狼っぽいかなと思ったけどっていう話は多分、2周目したと思うんだけど、
4が強靭っていうのがやっぱりしっくりくるかなと思ってるかな。6番にしろ1番にしろ、まあ5番に関してはずっと一貫してるけど、で4番が狼だった場合2番に触れないから、で1、6がガラッと変わってるってとこを見ると4番って強靭かなと思ってるかな。はい。まずそっからじゃない？だって。そこ決めんとグレーの精査単体でじゃあここ黒いよとか特にないっすよ。正直言って。だってほぼ霊能の話と占いに若干触れてるぐらいで、じゃあ皆さんグレーが、6番、例えば1番さんって6番黒いよとか5番黒いよ、2番黒いよとか上げてないじゃん、結果。それを俺に求められても、それはなかなか厳しいっていうだけですね。だから4と7級の精査した話をしました。4番さん明日つってね。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。まあ、ここは占っときたいよな。ほれほれ、オラを選べ。まあ、これは3人かな。これは必要経費。明日次第でしょ。まあ、5がの白予想別になかったし、ここは朝が来ました。昨夜死んだのは8番。9番のプレイヤーは発言してください。ニクラでした。2番さん黒です。どうしようかな。僕目線は2番さんを釣ってほしいですね。まあ村目線4番さんのローもあるって、僕4番さんの方が怪しかったんですけど、7番さん対抗が、どうしようかしら。7番さん、ご指導。山陽新京かな？山陽新京かな？今日2番さん行っていただきたいですね。2番さん言っていただきたいです。3番さん昨日投票してる人が多いんですけど、3番さんの怪しいところ特になくなかったですか？ 4 番さんの方がよっぽど怪しかったと思ってるんだけど、まあこれは昨日言った通りですね。4番さん死んだったら申し訳ないんだけど。4番さん死んだった時って2、3、ローローでしょ？ 4 番さんの死はやっぱりないかなと思ってますね。僕初週7番さん、6番さんのこと怪しんでいて、釣り位置に上げていたから、7番さん教授の3、4、進路かなと思っていて、4番さんにしたと思ってたんですけど、3番さん黒結果は4番さん進であるならば、7番さん教授で5番さんに隠し路なんか作らないと思っているので、4番さんの進路はやっぱりないかなと思っている。4番さん教授の2、7ローローじゃないですか。現状僕見えてるのはその視点ですね。4番さん教授の2、7ローロー。かな。今日2番さん言っていただきたいです。以上です。2番さんずり。1番のプレイヤーは発言してください。いやー、難しいな。2、3ロールを追えないんだよな。結局俺が昨日言いたかったことって、7番が狼だった場合って891に新占い師いるの分かってて、そこの後続に白打ってくるかって話なんですよ。わかりますよ、6番さん。だって3分の1で新占い師に白当てちゃったら自分の首めちゃくちゃ締めるでしょ。例えば、1日目に生き残った霊能が片方に白出した時って、占いに狼いるってなった盤面、7番さんめちゃくちゃきつくない？そういうことを考慮して、俺は占いに、強靭出てるっていうふうに考察してるんだけど。結局3番さんってさ、昨日4番狼で見てるっつってたよね。4番は狼だと思ってたけど、結局狂人になっちゃうんだ。で、4番狼だと思ってるって言ってたからこそ、俺グレー精査してほしかったの。相方位置ね。けど変わっちゃうでしょ、話。
で、昨日言い忘れてた2番さんに言いたいんだけど、占いを単体精査したいんだよね。占い単体精査するんだったら、霊能をローラしないで占いをローラするのか、占いを決め打って霊能をローラするのか、どっちか決めてくれてたの。だって占い単体精査したいんでしょ。そういうことだよ、占い単体精査って。新旧局じゃ、新旧局じゃないからね、ここ。それだけがよくわかんねえ、マジで。そういう意味で言ったんだけど、分かってんのかな？自分でその占いを単体精査したいって言ってる意味が分かってんのかな、そもそも。いやー、むずー、俺、普通に、どうしよう。2、3ロール追えないしな。一瞬決め、ん？聞いてから考え。2番のプレイヤーは発言してください。はい。村目線は絶対に今日4落として、7目線の黒1を絶対絞らせるべき。まあ7視点、9の巨人見えてるから俺に誤爆っていう線も7視点はあるかもしれんけど、7の結果が5番白、9番巨人しか見えてないから今日は4番を釣って、7番、まあ僕目線7進なんだけど、7進で、まあ4、3に進狼で3、9が巨人で4番が狼で3に黒。うん、見えへんけど、でも俺は7番の結果を知りたいので4番を釣ります。はい。9番の理性をそう言いますね。昨日の時点で4-1は別陣営と言っていました。でも4-1別陣営っていう発言ができるのは4-1の、強狼だとその発言がおかしいっすね。強狼だと色がわからないから、ライン切ってる切ってないの話ができないんで、その場合って4-1狼狼じゃないと、なんていう精査ができないと思ってる。4-1の別陣営っていうのが成り立ってないっすね。1番が4番の新芽を切っているから4-1は別陣営っていうのがおかしいっすね。村でやってるかもしれんし、狼狂人でやってる可能性も全然あるんで。あと、まあ一番に言うと、俺は基本的に霊能は釣り切って占いを精査すればいいと思ってる。って感じかな。3番狼だった時に相方は、6なんかな。投票的に見ればね。まあ、発言精査すればいいと思ってるけど、俺は7番で言ったと、6番が5番を村目って言ったのがあんまりわからんかったかな。5番は結構ふらついてたから、まあ、僕目線白なんだけどね。まあ、発言聞いて精査します。4番のプレイヤーは発言してください。6釣りたいんだけど、6、6、6、6。6釣ったら終わると思うんだけど。9番強人、もう1周目でやってるよ、絶対。分かってほしいんだけど、1番さんとかも。あ、1番さん分かってくれたか。3番が4番に白を打つのか黒を打つのか分かんない、ま、なんか困ってる感じがしたけども、多分3番狼視点って7番のが真に見えるのよ。新居を見えていたら、もう8番さんいないけども、強人、白を打たれた強人は3番、4番でご主人様出てるの分かってたら出れるでしょ9番が強人に見えるから、7番が9番に白を打ってる状況だから、3番って私が初日に釣れた場合って、私に白を打ったら7番破綻させられるのね、3番視点って。だから、4番強人だと思うよって結論だったでしょ。狼っぽいけど強人っぽいみたいな。7番真っぽいけどでも4番強人っぽいみたいな。だから7番が真に見えてる視点なんだろうなって思ったの分かってほしいんだけど。3番黒だったのね。5番、6番に相方がいると思ってんの、4投票してる。人たち。だから6番だと思うの、7番の結果がこうだから、後ろだから。9番の昨日の発言っておかしかったでしょ ?6 番が村っぽく見えたって4、6ロー。4、6ローって。しかも9番って7番の結果を張ったのを見た後に、口頭で2番黒って言ってるから。9番ものすごく強烈に見えますよ。ご主人様の位置分かってない。はい。もちろん7番視点って2番って色分からない存在だから、2番の誤爆っていうのもあるし、2番視点って、2番視点って7番芯見えてるんだから、私芯に見えない。6番つったら終わると思うけどな。理由付けが薄いな。まあ私釣れるんだったら、翌日6釣ってほしい。やっぱり変だよ。1周目だけで3番の偽決め打ちますって言ってるの。多分3番の偽見えてたら単独ローだと思いますよ。はい。5番のプレイヤーは発言してください。だから、三六郎でなんで七進がわかるの？9番が強人で出てこないからっていう理論。9番が偽っぽいからっていうか、偽要素も上げてたけど、じゃあ、9番が強人で
おしん様の位置が分かんないのに今日黒打つの。7の結果待ったって7は俺を隠し色にしただけだから、9が2に黒を打つ理由にはならないと思う。なんか一貫しておかしなことを言ってると思ってるんだけどな、まあ、4番。角黒じゃない？角黒懸念じゃないの？で、やっぱ1番さんがよく分かんないんだよな。昨日も2周目開口1番4番さんにうわーっと突っかかってて、でも3が2000に見えるんだよって、そうなの？って思ったし。占い、でもね、正直占いはわかんない。占いはわかんねえな。俺はだから1番さんが、1番さんってさ、で、今日も、なんだっけ、7番さんがその順番で後ろに3人しかいないのに、後続に白打っててって、それで8番さんはあなたと同じ目線で7が真に見えるって発言をしたのに、1周目8番さんを叩いてたんでしょ？でも分かんないんだよ、1番さんの言ってること。まあ、7番さんとかはなんか俺の言ってることが分かんないって言われるけど、分かんなくない ?1 番さんの言ってることって。と思ってんだけど。分かったんじゃないの？まあ、8番さん噛まれて、今日4番さんつって噛まれるの俺だから気楽に考えてますけど、はい。4番さん投票します。6番のプレイヤーは発言してください。噛まれるくらい、これ。まあ、5番さんの言ってることがクリティカルですね。4番さん目線って別に7死んで見るのはいいんだけど、別に6つなくてよくない？明日7番さんが黒を出したところ、7番さんの死を見るならね。7番さんが1と6を占った上で、それで白黒はっきりしたところを釣ればよくない？別に焦って6を釣る必要がないと思っていて。それは4番さん目線って6が黒、あるいは占いの精査って全く今わかんない状態でしょ？あなたが死んなら。っていうところが4番さんの偽要素なんだよね。だから3、4強人と見たときに相変わらず7のロー、だから9が死んで7、2ロー、ロー、3、4強人、どっちかがっていう盤面の方が濃厚かなと思っていて、じゃあ1番さんは何なんだっていう話になるわけよ、結局ね。何ローローで見てんの？そこが濁るんだよな。普通に考えたら、その1番さんの言ってる二分一番面、三分の一番面なら特攻かけないでしょっていうのは、もう、アホ、アホというかもう、かけますっていうのが答えです。じゃあ、一番さんに答えよう。普通にやりますっていうのが答えだとして、考えたときにどういうふうに見えるのっていうことを考えてないんだろうな。っていう村っていう可能性なのかな、だから。だから、三、四強人、一が村。変われるね、これ。とすると7が破綻したロー、そして2もロー、7、2ロー、ローが一番濃いのかな。はい、4番つって、まあ明らかになるんじゃないですか。7番のプレイヤーは発言してください。何言ってんのか全然わかんねえや。6番が5番さんに一応4番さんの話が出たから一応解説しとくと、9番さんって肉ロー後出ししたんだよ。それには明確な理由があって、9が強人だから。9が強人で、もし私がね、2番さんを占って2黒出てたらカッ黒なるでしょ？終わっちゃうから。だから後出ししたの。で4番さんちょっとね、だから説明がね、ちょっと不足してるかなって思うね。まあ、4の話でもいいかな。6番さんが今になって4の話してるのも意味わかんないし。まず9の偽要素をたくさんあげまーす。まず、昨日の最後に、6番さんね、6番さん村っぽいって言ったんだよ、6番さん。6番さん村っぽいってあなた言われましたよね、9番さんに。理由聞きました？誰も触れなかった。5を村っぽく見てるっていうのも一緒って言ったんですよ。村っぽく見てるのが一緒って言ったんですよ。これ失言じゃないですか？9番さん私のこと強人で見てるんでしょ？少なくとも。だったら5番さんを強人で見るかどうかっていう精査がいらないし、村っぽく見るっていうのは占い師から出る言葉じゃないですよね。それから昨日、4-6、4-7もあるって言いました。にもかかわらず今日2を占ってるんですよ。6番さん。あなた疑われてたのに占われてないんですよ。で、2を占った理由は何ですか？9番さんが。全くなかったですよね。それから、何？ 7-2、3-4神教、7-2見ない。まあ、いいか。もうこれ以上説明する必要あるかな。
まあ、5を占った理由は、まあ、5を占わない理由が特になかったからって感じですね。16。で、二自身がね、誤爆って言葉が出たのがちょっと気になってんだよね。ちょっとまだ分かってないですね。投票を始めてください。ああ、やだ。1は2に突っかかってるのが意味わかんないしな。4番のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。7番さんは6投票してほしかったなって思うけどね。7番真理しかないから、多分私に名をかけてるこの村負けそうだなって思ってますが、5番さんは噛まれるからめっちゃ自己中やん。あ、9番2戦しかないし、後出ししてるし、グレスキめちゃくちゃだし、7番さんが言った通りかな。どこにも新要素拾えないですね。頑張って拾おうとしても無理ですね。1番はめちゃくちゃ白く見えますよ。だってわざわざ3番に最後に誘導した人物だから。占いの理由は言うまでもないです。投票から見たら2番さんは占い理由がなかったからで十分ですね。クロス占いだし、反対で2番さんの今日の主張は微妙だけど、ただ6番のがそれ以上にかなりやばい。見るにはちょっととても見えないかなと思ってる。まあ一応5番さんにも言うけど、今日私スライドって7番噛み抜かれるから7番の結果なんて落ちないでしょ、どうせ。どうせ7番噛まれるんだと思いますけど。はい。だから6番釣ってほしいって言ってんのね。まあ3番空だから7番死んだから絶対ね。絶対7番死。てか7級の精査っていうのは私しても知らんけど、別に3番空結果だから7級って真理つかんけど、客観的に見たら9番の新要素ってどこにもないのぐらいわかると思いますけど。説明しないと、ね、わざわざ説明してあげないといけないのがこのゲームだから。7級新調で置くんだったら5番に隠しを作ってる7番の強めって言いなく少ないでしょ。6番さんが3番の店を決め移っていけたのに、突然なんか3、4が新居になって、7番、2番って追ってる視点がおかしいから、6、2しか見えない。ごめん、6が村にとても見えない。はい。まあ、6釣ってほしい、明日は。明日は6を釣ってほしい。かな。まあ、9番強人だと思うから、まあ、9釣って妖精さでもいいと思ってるよ。7番とか噛まれたら9釣って妖精さでもいいと思ってるけど、6にしか見えない。あんまと繋がる位置が合格証だから6しかないか。いやーが悩むな。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。いや悩むなこれ。1の色、まあ、6占とか。いやでも1位占いの方がいい気がするな。ほれほれ、オラを選べ。あー、1でしょうか。いや6が狼見えないんだよな、とても。いやこれいわゆる裏精査になるのかな、裏考察に。まあ、1の方が知っときたくない、多分村目線。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。そう、1狼だったら多分名は届かないから、1占いのプレイヤーは発言してください。7占って7黒でした。7番さん地神してます。多分これで7番さんが地神するメリットがない、ナワスが増えるとかって言って僕に攻めに見られることが多いと思うんですが、2番さんつったら終わります。断言します。2番さんつったら終わります。2番さんつってほしいですね。どっから言ったらいいかな。昨日4番さんが言っていたなんか、7番さんの占い結果を待って9が2に黒を打った、あとその何タイムラグがあったっていうふうに言ってましたけど、僕から発言があったからチャットに用意してましたけど、僕が口頭で言えばいいなと思ってたから口頭で言っただけ。なんだったら口頭で言った後にチャットの結果を見て、4が3に黒を出していること、7が5に隠し色を作っていることぐらいかな。
今日も7番クローってチャットに書いてるけど、口頭で言った方が早いから、ただそれだけ。これむずいな。まあ、それ4番さんしか言ってなかったけど。5もちょっとわけわかんないしな。あと他何があるかな。今日、あ、7番さんが昨日言っていた、なんつってたっけな。9は、6を村だと思ってるのに6、46もあるなっていうふうな発言をしてましたが、僕は単体精査で6番さんと意見が合うから6番さんを村っぽく見ているっていうふうに言いました。僕、初日7番さん教授の3、4、新郎で出ているだろうなと思っていて、4番さんが怪しかったから4番さんロジックで考察したときに、1番さんのライン切りとかっていうのもあるかもしれないけど、そうは見えなかったとかね、強靭2番さんに触れてたけど、もちろん新名落とした方がよかったんじゃないかなっていう考察を述べていて、ただでも4番さんどうでしたかな、なんか適当に発言してもよかったかもな。その考察でいくと46か47しかなくなるっていう話をしてるわけです。いや、でもそんなムーブしたもんな。4番さんの考察を聞いたら46、47っていうことね。それで9のシーンが上がったもんな。7番さんと違う。でもなんか5、6イーブに見られたしな。1番のプレイヤーは発言してください。とりあえず4番釣った理由としては4番の発言が破綻したからですね。4番さん目線で3が7を真に見えてるんだって言ったけど、3が7を真に見える場面って3が狂人の時だけなんだよね。3が狂人だった時って7の狼が透けるから、そしたら3番って7の真を追うことができる。3番目線ね。ただ3が狼だった時って7級どっちが狂人かっていうのは分かってないから。どう思います？2と6どっちだと思う？4番のそれが好きなの破綻してんだよな。はい、チャットに書いてください。で、昨日になって急に7神も死んでしょ ?2 と6。逆に捉えたら4番が巨人で7の狼つけてるから、そこで7の神上げしてるとも捉えられちゃうんだな、4番の発言って。6番の言ってることは分かるんだけど、分かるんだけど、普通の盤面に考えたら、そうじゃねって。今回釣り順番、でもな、どっちにしろ3番残し4しろ結果出たとしてみたいな人、狼見たくないみたいなところがあるんだよ。無理だわ。僕の結果の試合に出たら分かったけど、2が狼であってほしい。7神っていうのがさ、いや、6番が狼だった時って7神する必要がないんだよな。24ならあるよな。なんでも7が6がなのな、明確じゃん。6に黒出すのなんか明確でしょ。7番が俺に黒出してくれることはないじゃん。盤面的に6、9、ん ?6、3、6か。3、6、ローローか、2、7、ローローしかないでしょ、もう。ね、村目線で。そうなるよね。ああ、難しいな。俺9番行こうかな。で、5番かまれんだろうから。精査していいやした。そうするわ。2番のプレイヤーは発言してください。はい、今日は絶対に9番を言ってください。16で精査したとき6番かなと思いますね。ラスルはこの紙はどうなんだろう。6番の昨日言ってたことがあんまりしっくりきてなくて、4の2要素としてなんか、4は6釣らなくてよくないって、7の結果見てからでよくないって言ってて、4が6釣りたいんは、ここで、4以外を釣らなかった場合、4自身に縄がかかるから、4目線自分が死んだから、それが無駄縄になるから、そこを6にかけようっていう発言だから、7の結果見てるときにはもう4自身おらんから、6の発言はおかしいなって思ってましたね。だから発言単体で精査するなら6の方がおかしいかなと思ってる。でも5番さん絶対に9に行ってくださいね。あと、9番目線7、2、ローローで、4番強靭を提唱するんであれば、シンプルに、1番が7番でこう、7番ローで後方位置に白を打つかなっていう発言があった中で、5番を噛めば、1番がそれで若干7のローを否定をしている、プラスアルファ7、2で俺がローだった場合、俺が最終位置を取れるから、めちゃくちゃいい紙は5番なんですよね。7、2打った場合。だから9番新軸で7にって見えますか？子って絶対に合紙だから2、7だったら。1番が7のローを否定を発言を若干している中で、プラスアルファ2番っていう最終位置にいる狼2、7だったらね。これってめちゃくちゃ狼2、7だったら合紙じゃない。だから2、7で7地紙するメリットが全くないよね。って感じ。5番は絶対に9番行ってくださいね。明日精査。まあ、俺目線どっちかまだ決めてはないけど、今若干6かなと思ってますね。まあ発言切って、明日言いたいと思います。絶対に今日9釣り、7かまれてる以上。
5番のプレイヤーは発言してください。もう今日決めようよだってキーファーさん強人なんでしょ。店でもキーファーさんのロー絶対ないんでしょ。今日決めようよって思ってるんだけど、おかしい？俺1番さんの狼もうないって思ってて26ランでいいんじゃねえかと思ってんだけど、めんどくさくない？9行ってあと1日発言せばしたいのかもしれんけど、でなおかつ昨日の4番さんのあの遺言聞きながら、もし7神入ったら俺絶対に行こうと思ってて7番さんってまああれなんだけど、7番さんって昨日9番さんの偽要素として6番さんを白く見た理由って郷村で見る視点が一緒って発言したんだよって言いながら、9番さんは6を怪しんでたのになんで 2を占ったんですかって、いや結局7番さん目線で9番さんは6番さんを白く置いてたのか怪しんでたのか、なんかよくわかんないこと言ってんなと思ってて、7番さん偽だなと思ってて、何言ってんだこいつ、はいって感じなんですよね。で4が巨人にしか見えねえなと思ってて、で1番さんその4番さんの発言も拾ってってるしっていうところで、なおかつ今日2番さん絶対今日言ってくださいねでしょう。いや紙を見ると確かに7番さんが6番さんを占うのはもう明白だったんでもうそういうとこから考えたら26ランなんじゃねえかなと思ってから、9番さんに行くでしょ。もっとわかりやすく説明した方がよかった。9番さんに行くみてかに行く、6番さんも多分に行く、ああそうか、明日もうじゃあ今日もう2つになっちゃうのか、まあ、いいや好きなとこ投票してじゃあ、ごめんなんか適当で無理だ。6番まず5が買う、自分買われるって思ってる、発言してください。はい、そうだね、まあ急遽1ローとかだったら負ける、1、3ローローとかだったら負けてしまうんだが、ただ発言から7の芯もないし4の芯もないと思ってるからもう急進の二郎しかないと思っていて、一番さんは今日になって考察が追いついてきた感があるから、あんまり6っぽくない。昨日の分かった？ 3 と4の精査で4がおかしくなる視点分かったでしょ。いらねえだろ。で、3、4強靭で置いた時に7が破綻してるローっていうのも分かるでしょ。そうした時に2しかないんだけど、7神は濁るんだよ、確かに。七神は謎。ただ、多分もう勝ち筋がないから、それするしか、二番さんってね。いや、これ6、狼ないでしょ。そうしたんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、二六の欄にしましょうよ。二がやっぱ5枠って言ったのが。じゃあ、七番さんの矛盾点あげると、九番さんの二占いがおかしいって言ってるけど、これ五番さんも言ってる通り、七の五占いもおかしい。六を占わないで、あれだけ叩いて五占ってるのおかしいし、九番さんって六を白ししてるから、別に六を占う。位置に入れてない、それが捏造だったっていうことに村が気づいてるかどうかは知らないけど、それは明らかな捏造だった。九番さんは6を白ししてるから6占い位置じゃないし、1か2を占うっていう盤面だったから、九番さんの占い位置はそればっかりドツボハマってるわ。だからそれを2セットして言ってるのがおかしい。あとはまあ4番さんの2セっていうのは分かった盤面だと思うから、あとは7の黒要素、まあ1周目からおかしいけどね、6叩きが七番してんって別に黒が出たらそこを釣りゃいいだけだからそこに矛盾があるし、七番自身が5を習ってんのが矛盾でしかないから、もう72でしかないと思いますよ。これでも9審に見てもらって勝てるんじゃない、はい、投票を始めてください。いや6狼であってほしくね、もうなんかそれがね先行しちゃう最近。強靭でピーピー村サイド勝っちゃうとき大体そう。なんか、これ、狼であってほしくねーと思って。2番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。くさ。でも6黒で見てた人が圧倒的に多かったね。95割ぐらいの人が6黒見てたんじゃない？いや、それ 950% だから。
何も当たってないんだけど。何も当たってないから私の指摘が正しかったって思いません？ 6 番さん、今になったら。2番さん、あれさ、5番さん噛んで、5番さん噛んだら急にの乱になっちゃう感じ？いや、違う違う。5番噛んで7番がどこ占うか分からんから、7番が6白打った時にほぼ詰みだから、俺目線7噛みしかない。まあそっか。ほぼ7が真かなと思ってたから。そうだね。それはもうそうなんだけど、7級の乱になったらワンチャンあったんじゃね？ 7-2 ロールを押して7番つってって思ったんだけど、まあそうっすよね。うわぁ、2-3 ロールマジで追ってなかったわ。一番ないと思ってた。ごめんね、2番、3番、3番。さて勝てたがねえよ。俺最後狼に見えなかった。こう7神って俺狼しかないってなくない？いや、2番さんはね、初週ね、人狼ないかなと思って2番さんに黒を打ったんだけど、僕6番さんローかなと思ってたの。でも7番さん神入ったことで2番さんローっぽいわと思ってマジしくったと思って、でも6番さんローだと思って6番さんの発言聞いてたら、刺したじゃないんだよ。6番さん誤爆ったと思ったら2番さん何にも完成してなさそう。まあでも良かったの、俺6番にあのまま狼で語れなくてよかったわ。めちゃくちゃわかる。だよね。そうですよね、4番さん。ごめんね、つっちゃって。いや、あのさ、1番さんにもいたけど、何破綻したって。3番が狼だから、7番が真に見えているって言ってんだけど。でしょ？だから3番が7の真上げする必要ないじゃん、そうしたら。7が真上げじゃなくって。芯上げだよ。話を聞いてほしい。芯上げじゃなくって、3番が7番の芯を見えてそうだったって言ってるの。え、違う。4番さんが初日に言ったのって、3番が7の芯上げをして、9番芯に見せようとしてるって言ったんだよ、4番さんで。だから、その場合。わかんない感じ。そう、3が7の芯上げして、もうごめん、わからない。違うよ、だから。違うよ。だから3番さんってどっち出そう困ってたじゃん。4番単体で狼っぽいけど、7番が真に見えたけど、でも4番狂人っぽいから7番偽なんじゃないかって結論にたどり着いたから、3番って4番に白を出して7番を破綻させたかった。7番を破綻させたいってことは7番が真に見えてる3番狼じゃないかって言ってんの。え、全部と結局3番って、3番って7の芯を上げたかったの下げたかったの？下げたかったじゃん。3番って、3番さんの発言聞いた。3番さんって、4番はなんか生存欲が強いから、狼っぽく見えるけど、でも、狼っぽく見えるけど、ただ、なんか7番、9番比較したら7番のが芯っぽいけど、でも4番強靭だと思うっていう結論だったんだよ、3番さんって。4番が強靭ってことは7番が偽になるのね。だから4番を強靭にして7番を偽に従ってるの。じゃあ、4番を強靭を消したのは2日目だよ。え、違う。え？違う。2週目。じゃあ1週目。2週目聞いて。一周目は可能性の話を言ってるだけよ。3番が狼だった場合はの話をしてるだけじゃん。じゃあ、そう、そこで7番の芯上げをしてどうたらこうたらって言うから、ええってなっちゃったの。いや、それ二周目じゃん。じゃあ、それ二周目やん。違う。一周目。違う。じゃあ、3番さんが。じゃあ、一周目に3番さんが出てきて、4番さんが。もういいや、ごめんね。いや、